セントルスポットに立つ、ね、それから前方に見てみますと、昔の汐留水路、実はその先に歩いてみます。いいでしょ、結構うなぎをさばかれて長いんです。結構何年ぐらいになるんですか？20年20年です。はい、すごいです。なんかきっかけってあったんですか？きっかけ、ここ前勤めていた人の紹介です。あ、そうなんですか。はい、あ、なんか紹介でここに、はい、あ、そうなんです。連れてこられたみたいな。連れてこられて、はい、すごいですね。最初難しかったですか？最初だけですね。慣れても簡単です。慣れるのって大体どのくらいかかるんですか？1ヶ月あれば十分じゃないですか。1ヶ月で慣れるもんなんですか？毎日それすればですね。あ、ご自身なんかどこの実が一番美味しいとかってありますか？実ですか？はい、大体尻尾の方が美味しいっていうんですね。お尻ですか？うん、こっちが美味しいっていうんですね。あ、ここが美味しいんですか？筋肉もついてるんで。ああ、尻尾の方が筋肉のつきって多いんですね。全体的に美味しいです。ありがとうございます。何を分けてるんですか？大きさ。大中小。
あ、はい、ちょっと待ってくださいね。
ありがとうございます。どのくらいされてるんですか？僕は船自体は16年ぐらいですかね。16年。はい。ちなみにおいくつぐらいから始め？今32で、はいはい、高校1年生の時から。あ、高校1年生の時から。もう船やってて。あ、まあ、始めたきっかけって何？始めたきっかけはですね、やっぱり若手が少ないってもう今もなんですけど、ずっと続いてるんですよ、若手不足で。はい、でそれで。先輩から無理やり、はい、無理やり半ば強引に入れさせられて、それが今ずっと続いている感じです、結構やってみたら楽しくて。そうなんですね。難しくないんですか？難しい、最初は、はい、最初した時はもうくじける、もう毎日くじけてて全然。実際に何が、なんか何が難しいんですか？竿の扱いっていうのが、押すだけじゃ前に進まないんですよ。ちょっとした力加減で右行ったり左行ったり、これはもうね、口で説明できない、こう、もう本当、場数を踏んで、やっとその感覚が養われていくみたいな。竿を刺し3年ってこととかあって、はい、まあ、本当、その通りだなって感じ。3年経ってもまだ、勉強するところもたくさん出てくるんで、天候によって風が強いときとか、確かに、ね、難しそう。うん、あ、じゃあ、基準が3年って。そうそう、基準は3年。なるほどですね。で、やっと、まあ、一人前じゃないけど、はい、うん、まあ、変動かなっていう、そのぐらいのレベル。面白い。ベテランさんはね、もう40年とかそのぐらいやってる、まだいろいろ学ぶとこはありますね。すごいですね。すいません、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。すいません、本当に。